シャルルビルマスケットは18世紀に使用されたフランスの69口径マスケット銃。最初のフリントロック銃を作成したのはフランス人のマーリン・レブールジョアであり1610年にルイ13世が王位を継承した直後のことと推定されている。17世紀を通じて多数のモデルのフリントロック式マスケット銃が製造された。 1717 17年にフランスは、不評用マスケット銃を標準化した。これは、すべての不評に対して支給される、最初の標準型マスケット銃であった。この銃は、フランス不評マスケット、あるいは、フレンチパターンマスケットと呼ぶことが正しいのであろうが、後にシャルル・メイジ、エール兵器賞の名前を取って、シャルルビルマスケットの名前で呼ばれることになった。この銃は、チュール。 サンテティエイヌ、モブージュや他の兵器商でも製造された。したがって、シャルルビルと呼ぶのは正しくないが、アメリカ独立戦争の際に、アメリカ人がこの銃を、シャルルビルと呼ぶことが多かったことから、この名前が定着した。なお、モデル1763より、後期のモデルを、シャルルビルマスケットと呼ぶ場合もあり、 すべてのモデルをこの名前で呼ぶ場合があるなど、名称に関しては、一定しないことに注意すべきである。軍用小銃として使用された間に、何度かのモデル変更が実施されている。後期モデルは、来艦式小銃が、フリントロック銃を、時代遅れとした1840年代まで、使用された。シャルルビルマスケットは、重心内空が平滑な格好銃であった。 ライフル銃の方が、より命中精度が高かったが、戦場での使用においては指揮官は、格好銃の方を好んだ。ライフル銃の場合は弾丸を銃内空に密着させる必要があり、当時の黒色火薬では数発発射すると燃えかすが、内空にこびりつくために弾丸装填が非常に困難になったためである。黒色火薬の発砲炎は、大きくすぐに発見されてしまうため、 長射程、公明中精度というライフル銃の利点は、戦場ではあまり評価されなかった。他のマスケット銃同様、シャルルビルマスケットの有効射程は50メートルないし100メートル程度であった。口径は0.69インチであり、主たる対抗機種であるイギリスのブラウンベスマスケットの75口径よりやや小さかった。戦場での重量を減らすために、意図的に、 小口径が選ばれたためであるが、軍用としては十分な有効性を持っていた。シャルルビルマスケットの重傷は、くるみ剤であった。マスケット銃の使用方法は、現代のライフル銃とは異なっていた。マスケット銃は、多数の不評が、一斉射撃を行うものであった。現代の戦場では、銃剣は、最後の手段に過ぎないが、当時においてはその役割は、 ずっと重要であった。死傷者の1、3が銃剣によることがしばしばであったと推定されている。マスケットは戦場では当選兵器とパイクのような白兵専用武器という二つの役割を持っていた。パイクとして使用することを前提にシャルルビルマスケットの全長や重量が決められた。短すぎるとパイクとして使用できず、またパイクや棍棒として 十分な重量と不評が傾向できる軽さとのバランスが求められた。射撃速度は兵の熟達度に依存したが、おおむね1分間に3発程度であった。シャルルビルマスケットの重心は3本のバンドで重傷に固定されていたが、これはイギリスのブラウンベスが採用した固定ピン方式より頑丈であった。重傷の大事理白兵戦で棍棒として使用する。 ことを前提にデザインされていたため、しばしばパッテペバシュと呼ばれた。シャルルビルマスケットは前奏式で、発火はフリントロック式であった。通常は休憩弾を使用したが、バックアンドボールや三段のような他のタ種も使用可能であった。17世紀後半から18世紀前半にかけて、数多くのマスケットが設計されたが、 その後標準化がなされて、モデル1717 17が誕生した。このモデル1717 17は、69後継重心、全長約60インチ、重量約9から10ポンド、といった後継モデルに引き継がれる仕様が含まれていた。また、モデル1717 17で、格好重心、フリントロック機構も標準化された。他の後継モデルとは異なり、 モデル1717 17は、イギリスのブラウンベスと同様に固定ピンで重心を固定していたが、重心中央には1個の固定バンドがあった。また、木製の作杖を格納するため、重症化に4個の金属パイプを取り付けてあった。金属部品はすべて鉄製であった。モデル1717 17は、重心長46インチ、全長62インチ、 重量約9ポンドであった。合計で4万8千丁兆のモデル1717 17が製造された。フリントロックの構成部品モデル1728では重心固定ピンを廃止し、重心と重傷は3本のバンドで固定された。この方式はこれ以降モデルすべてで使用された。重心固定バンドを使用することにより、 分解掃除が容易になるだけでなく、より頑丈になった。これは銃剣を用いた戦闘においては重要なことであった。ロック機構もまた改良された。フリズムスプリングが長くされ、撃鉄の形状も若干変更された。1740年代に若干の変更が加えられた。1743年には鉄製の作成が標準となり、 1746年以降に製造された銃ではヒザラ及びフリズンを固定する金具であるブライドルが廃止された。他にもモデル1728の製造期間中に小さな変更がなされている。ただし、これらのモデルはマイナーバージョンとみなされ、一般的には新規モデルとはみなされていない。合計で37万5000兆のモデル1728が製造された。 フレンチ・インディアン戦争の後、標準マスケットの再設計が行われ、モデル1763が誕生した。重心は46インチから44インチに短縮され、八角形の汚染はより丸いものに変更された。牛の足デザインの大尻は、よりストレートな形状に変更された。作付先端部もトランペット型に変更された。 重心長は短縮されたものの、モデル1763は、より重く頑丈になり、重量は10ポンドを超えた。88000丁のモデル1763が製造された。モデル1763の堅牢なデザインは、若干重すぎることが判明したために、軽量化したモデル1766が設計された。重心の厚みは、 やや薄くされ、ロックはやや短くなり、重傷も細くされた。モデル1863で採用された鉄製の作付カバーは、汚染下のスプリングピンに変更された。作付先端形状も軽量化のために、トランペット型からボタン型に変更された。通常は別モデルとみなされるが、アメリカ独立戦争時の請求書等では、 軽量化モデル1763と呼ばれることもある。軽量化にもかかわらず、モデル1766は頑丈で信頼性が高かった。合計で14万兆のモデル1766が製造された。1770年代にもいくつかの変更が実施されているが、これらを独立したモデルとして見るか前モデルのマイナーチェンジとして見るかは一定していない。 いずれにせよ、多くの変更は小さなものであった。モデル1770は、ロックプレートの変更、重心バンドの強化、作通保持スプリングの変更が行われた。モデル1771は重剣取付け金具位置を移動し、重心が強化された。モデル1770と1771は、まとめて、同一モデルとみなされることもある。 モデル1773では、サクツエ保持スプリングが、再び変更された。モデル1773もモデル1770、1771の、マイナーチェンジバージョンとみなされることがある。モデル1774では、引き金ガードが短くなり、火蓋の後方が切断されて四角形になった。サクツエの形状も見直され西洋なしに似た形状と、 なった。モデル1776でも多少の変更が実施されているが、多くの場合は独立したモデルとはみなされていない。1770年代を通じて、重症形状は統一性なく変更されている。目立ったストックコームを有するものあれば、逆にそれがほとんどない場合もある。 合計で7万丁のモデル1770モデル1776が製造された。モデル1777では、重症のデザインが再び見直され、方当て部分が内側に削られた。モデル1877では傾斜した、新中性のパンと、ブライドルが使用され、引き金ガードもフィンガーリッジを2個持つタイプに、変更された。モデル1777は、 独立戦争において多くの大陸軍兵士が使用したと信じられているが、これは誤りである。独立戦争においては、ジャンバティスト・ドロシャンボー将軍霊下の部隊のようなフランス兵のみが使用している。大陸軍はモデル1763とモデル1766を使用していた。1754年にフランスは士官用として、 単重心のシャルルビルマスケットを導入した。モデル1763、1766及び1777では、竜気兵バージョンが製造されたが、通常の不評用に比較して10インチ短くなっていた。これらはまた、カービンバージョンとも呼ばれた。モデル1777方兵バージョンは、重心長36インチ、全長は51インチであった。 金属部品はほとんど真鍮であった。モデル1777龍騎兵バージョンは重心長42インチ、全長は57インチであった。金属部品はほとんど真鍮であった。モデル1777海軍バージョンは龍騎兵バージョンと同程度の長さであった。金属部品はすべてが真鍮であった。ロシアのモデル1808マスケットは シャルルビルモデル1777の設計の多くを踏襲している。このマスケットはトゥーラで製造されたことからしばしばトゥーラマスケットと呼ばれる。ウーラマスケットは1845年に来館式マスケットに置き換えられるまで小さな変更が実施されたのみであった。シャルルビルマスケットはオーストリア、ベルギー、プロイセンでもコピー生産された。 1830年代と1840年代に古くなったシャルルビルマスケットはフリントロック式から来館式に改造された。いくつかのモデルのシャルルビルマスケットが18世紀初頭から19世紀初頭にかけてカナダの民兵で使用された。ラファイエット将軍の影響もあり大量のモデル1763とモデル1766が アメリカ独立戦争時に輸入された。モデル1766はアメリカの M1795 マスケットの設計に大きな影響を与えた。モデル1766とモデル1777はアメリカ独立戦争に参加したフランス軍が使用した。モデル1777はフランス革命とナポレオン戦争を通じて使用された。 現在でもシャルルビルマスケットのレプリカが数種類製造されている。これらの銃はヨーロッパ、米国双方において歴史再現イベントで使用されている。ありがとうございます。